皆さんこんにちは。今回は新潟県新発田市にこの秋オープンするバレルサウナ水さんに行ってきました。オープン前の体験会にご招待いただいたので、今回は徹底解剖していこうと思います。ここだけ見るとまだサウナがありそうな感じはないですね。のれんをくぐって入っていきます。入り口と受付はまだこんな感じですね。ここからどうなっていくのかとても楽しみです。少し進むとサウナエリアらしきところが出てきました。この木の感じがいいですね。緑もとっても素敵でした。そして最初に代表の方から説明をしていただきました。60度ぐらい本当にいきます。ただそばそこが本当に特徴になってます。ちなみにそこはあの特許申請中でございますということですね。はい、あとはまあ先ほど申し上げましたよね、柴田市ですね、柴田市の、サウナスタイルを使っております。はい、井戸水を使っております。で、年間を通して冬でも夏でも15度をキープする井戸水です。さらに高度17度、だからものすごい柔らかい、だから後ほど入っていただくと分かると思うんですけど、柔らかさは本当に感じると思います。で、ぜひですね、水もですね、ジャッジから出てますので飲んでください。手につけて飲んでください。で、すごい甘いと思います。っていうのが、あとはウドデッキですね、これも全部物資が渡せるんです。で、ぜひですね、皆さんやっていただきたいのはサウナ、インフィニティチャーっていうんですか、ありますけど、ウッドデッキの寝転び、これが最高です。で、寝転ぶと上の空と木が見えます。その感覚がものすごく最高ですので、トライしてみてください。ここからは施設をいろいろと見せていただきました。今はシャワールームですね、はい、そしてこちらがサウナエリア、も開放感がものすごいです。今見えているところが、パブリックエリアで、こちらですね、左側に映っているところが今後貸し切りエリアになっていくそうです。はい、少し聞こえましたでしょうかね。シェフ考案のサウナ水というものがあるみたいです。こちらですね、果物がぎっしりと詰まってます。サウナエリアにはバレルサウナが3棟ありまして、こちら後ろ上には緑が広がっています。断熱牛で断熱材が入っていることによって、外でも110度の暑さを実現できるということですね。あとこの黒っぽいのが柴田杉の特徴でして、鉄分を多く含んでるんですよね。だからこれが結果的にですね、いい感じのデザインになっているっていうところが一つポイントだと思います。はい、この辺も全部柴田杉、下のウッドデッキも全て柴田杉を使っているというのが特徴になります。少しサウナ内を覗いてみました。薪ストーブですね。で、こちら上に乗っているのが柴田のサウナストーン。セルフロウリュもできるってことでね、ちょっとフライングでかけてみちゃいました。はい、そして井戸水かけ流しの水風呂、温度は年間通して常時15度に保たれているそうです。井戸水を使用した水風呂は全部でこのパブリックエリアには3箇所あります。実際に触ってみるとですね、肌触りが柔らかくって、この秋口でも痛くないですね。そして貸し切りエリア、建設中のところを覗いてみるとこんな感じです。バレルサウナが2棟見えますね。そしてこの壁の向こうを覗いてみますと、
ザ・新潟といったようなもう素晴らしい田園風景が広がっていて、とってもリラックスできます。少しこの辺を覗いてみるのもとってもいいと思います。実は施設名の水には4つのコンセプトが込められていまして、まずはこの井戸水の水、そしてそのままリラックスという意味の水、緑、自然、四季の木々といった水、そしてこの眠り休めるまどろむといった水、そしてここからは脱衣所に戻って脱衣所から見てみようと思います。こんな感じでロッカーにはカゴが備え付けられていて、洗面の席が、そしてこちらが貸し出し用のセットになりますね。真っ白でちょっと見えにくいですが、こちらにも洗面台、そしてトイレがありました。結構広いですね、天井も高い。そしてこちらがシャワールームになります。シャンプー、コンディショナー、ボディソープもしっかりと備え付けられています。脱衣所からサウナエリアまで歩くと、脱衣所を出て左にこのまっすぐ歩いて1階角っこを、はい、もう1回左に曲がると、こちら右手に見えるのがシャワールームで、もうここからはまた開放感あふれるサウナエリアと動線抜群ですね。そしてこの竹の部分を押すとですね、水が出るそうです、私竹用の、実は竹はこの松竹梅の竹ですね。それではいよいよこの雪国の住宅作りで培ったこの二重構造の断熱技術体験します。中に入るとこのバレルサウナの丸みを帯びた形、木の匂いがとってもいいです。そして意外と広かったですね。もう温度は優に100度近くになっていました。柴田城の城壁に使用されている石と、あと同じものがサウナストーンに使われているということで、そんなものも感じながらのロウリュ最高ですね。二重扉を開けて水風呂に向かいます。自慢の井戸水かけ流し、どんな感じなんでしょうか。この水の音だけで新潟サウナーの皆さんもコシヒカリがバクバクと食べれちゃいますよね。水ですね、はい、そして休憩も秋になるとね寒いので今回は自前の持参したポンチョを着ていますが、ポンチョをはじめタオル、水着と貸し出しとても充実してますので、とっても気軽に来ることができると思います。1セット目はインフィニティチェアで休憩しましたが、この差し込む木漏れ日がもう本当に綺麗で、こんなの浴びてたら一瞬で爆睡でしたね。休憩後はシェフ考案の特製サウナ水をいただきました。リンゴやレモンがゴロゴロ入っていて、非常にさっぱりとした味でとっても飲みやすかったです。いつも私が作ってるデタラメ調合のオロポとはね違う、もう完璧な配合で、まあ、でもそのデタラメ調合もそれはそれでねとってもいいんですけどね。そしてこの歩いてるとウッドデッキがとってもあったかくて、思わず座り込んでしまったら、これ見てください、この緑も最高ですよね。次はここで休憩しようと決めました。2セット目ですね、ちょっとこの時気がつかなかったんですけれども、ちょっと薪がもう足りなくなっていて、火がもう
ほぼ消えかかっているような状態でしたけども、あの二重扉の、 あの扉と扉の間のところに薪がもう置いてあって、この時はもう自分で入れたりスタッフさんが入れに来てくださったり、その辺はどん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 もうアップデートされてい いくと思いますので、どんどん良くなっていくと思います。そしてこの木の香りと肌触りがとっても心地よくて、足の裏とかすっごくもう気持ちいいです。思わずこの体育座りなんかしちゃってますね。空いている時はもう寝サウナも最高だと思います。もう薪入れるともうすぐにもう火力も強くなって、サウナ室の温度ももうグッと上がりました。パブリックエリア、一番左のところにある水風呂はちょっとワンサイズ大きいサイズで、足もゆったりと伸ばせるサイズ感なので、ちょっとここの水風呂とてもおすすめです。もうね、こんな風にもう豪快に贅沢に大胆な方法で行かせていただきます。別目線だとこんな感じですね。風呂から上がる瞬間のここがもうとっても綺麗で、ぜひ頭まで入ってみてください。そして2セット目もこちらの緑に囲まれて休憩しようと思います。このもう本当柴田杉のウッドデッキにゴロンと寝転んでのこの森林浴が本当におすすめなので、ついに来たらぜひこれをやってみてください。本当にこの緑に囲まれる森林浴がもう個人的にはもうここの本当に一番の魅力かなと思いました。あっという間に3セット目になりました。3セット目はもうサウナ室 もう最初から結構熱くなっていましてですね、最後の3セット目なのでちょっと行けるところまで入って出ようかなと思ってます。はい、もう気づいたらもう余裕で100度超えちゃってますね。そして今見ましたでしょうか、110度になってましたね。もうサウナーの皆さんでなければ見逃しちゃってますね。私の、個人的なイメージかもしれないんですけれども、バレルサウナって、この感じで温浴施設さんとか、露天エリアとかにポンと、置けちゃう、置きやすいので、なんかこうあまりこうサウナに力を入れていないような施設さんでも割と起きやすいのかなと思うところがあって、なかなか温度が上がりにくかったりだとか、サウナ周りの設備がちょっと充実していないかなってところがあったりとか、もちろん良い施設もあるんですが、ちょっとって思うところもあったので、ちょっとこのバレルサウナはちょっともうバレルサウナの概念を変えたかなと思いました。はい、そしてこの水風呂がまた飲める水風呂ってところが最高ですよね。飲める水風呂っていうもう響きが最高ですね。もう終盤はずっと飲んでましたね。また飲んじゃってますね。それはもう牛乳のテア。新潟県新発田市バレルサウナ水、いよいよ11月16日土曜日オープンとなります。皆さんぜひこの極上のバレルサウナと井戸水と森林浴を体感しに行ってみてください。